ハイメでボルボンイ・ボルボン・パルマは、ボルボン家の人物。カルリスタの多い請求者として、スペインをハイメ3世、レジティミストのフランス王として、ジャック1世を称した。フランスでは、アンジュー公、ジャックドブルボンの名で知られていた。赤い多い請求者として知られた、サハシ公の人物で、カルリスタより、保守的と言われた、アルフォンソ13世と対比された。 マドリード校、カルラス・マリアとその妻、マルガリータの間の一人息子として、ブベーで生まれた。名付け親は、オーバのマリー・テレーズ・ド・モデーヌとその夫の、シャンボール・ハク、アンリ・ダルトワで、ラ・トゥール・ド・イ・コールペで洗礼を受けた。パリのイエズ・ス会派、コレージ・ド・ボージラールで教育を受け、イギリスのイエズ・ス会派パブリックスクールである、ボーモント・カレッジで学んだ。その後、 ビーナーノイシュタットのテレジアニシュケ軍事アカデミーへ入学した。1896年にロシア帝国軍に入隊し、グロドノ・ユサールの陸軍中佐となった。1900年から1901年にかけて、義和団の乱世奴のため天津に派遣された。1904年から1905年には、日露戦争に従軍し、療洋海戦で戦った。1909年、父、 ハルロスの死により多い請求者となった。公式にはマドリード港をフランスではアンジュ港を称した。父の死に伴ってロシア軍を退役後、ハイメはオーバのマリー・テレーズを通じて継承したフロースドルフ城やパリのアパルトマンで暮らした。幾度か秘密裏にスペインへ入国している。イタリアのビアレッジョ近郊に母から相続した別荘も所有していた。 1931年、スペイン王アルフォンソ13世は、第二共和制の成立によって、国外追放された。これを受けてハイメは、声明を発表し、すべての王党派を正当な王位継承者のもとへ、再集結させるとした。同年9月23日、ハイメは、パリの自宅で公に、アルフォンソの訪問を受けた。2日後、アルフォンソ13世と、王妃、 ビクトリア・エウヘニアは投入していたアボンのサボイイコールホテルにハイメを招いた。ハイメはアルフォンソにフランス王国の勲章である精霊騎士団の勲章を送った。これらの対談はスペイン王多い請求者たちの間の和解として取り上げられた。アルフォンソとの会談から一週間後、強心症のためパリで死去した。着死のないハイメの後継者となったのは叔父のンハイメ公。 アルフォンソ・カルロスだった。ハイメの葬儀は、パリのサンフィリップ・デュルール教会で、アルフォンソ13世出席のもと行われ、遺体は、ビアレッジョのビラデー・ボルボーネ礼拝堂に埋葬された。ありがとうございます。